今日も釣れてます。今日は千葉内房ソーダカツオ狙ってます。珍しく夏ゴリ丸が有言実行の一発兆候で兆候を上げてます。ぜひご覧ください。ゴーゴーゴー。来てる。あ、来てるじゃん。来てる。よいしょ。おナイス。やった。でもこれ違くね。この城じゃね。この城じゃないこれ。超絶意味わかんないじゃん。全然違う。そうだではない。なんなの。おめでとうこの市。ありがとう。え？でかっ。どうしよう。ソーダカツオじゃないね。バイバイする？うん。バイバイでいい？うん。じゃあなら。はあ。めっちゃソーダだと思ったね。思った。針何号使ってますか？サビキ針の8号に。ソーダカツオを狙って起きたと思ったらこの市でございました。やるね。今日ねなんとかちょっと釣り竿をね入れてもらってできます。マジですごいよ。ほんと人すごいよね。うん、期待できる。イワシのベイトがでもすごい湧いてるよね。うん、よしよし。うわ、なんでさ、ソーダカツオでさ、このシガシなのよ。なんかついてる。ちっちゃめだね。ちっちゃそうだね。アジが来た。アジじゃん。のさ、このシーとかさ、アジとかさ、いつもじゃん。え？じゃあほら、プーちゃんがね、魚を掴むのをね、見たいってよ。どういうこと？どういうことこの人？バシャバシャ言って逃げた？切れた？ちょっとやっぱルアーぶん投げてみる。あそこちょっとやってみるわ。あ、来たじゃん。あのこれなんか違くない？さっきこれに遊ばれてんのかな。あ、そうかもしれない。おい、帰ってたでしょ。プロパック来たね。やったね。ナイスフィッシュ。あっただよ。イワシ朝一発目。イワシ朝日が眩しい。
い、スープでかいよ。ナイスサイ。はい、ピーちゃん何釣れましたか？このシーマクロケッケなんだけど、マクロケッケトロパック、ナイスフィッシュ、楽しい。うん、そこら辺に見えて今惜しい、遠い場所でだね。32かな、32、やったねー、やったねー、やったねー。やっぱ上だった、やっぱ上の方だね。やっぱさ、棚があれだったんだね、合わせたら一回すごい走ったんだけどさ、なんか変なのあったね、多分これ引っかかったね。そう、引っかかって静かになってた。はい、今日はなんとソーダが釣れました。しかもね、両方釣れて、プラス今日は最初からいくとこの白、この白、アジ、アジ、ボラ、イワシ、
ソーダカツを、ソーダカツをサバ、サバ6種目6目いってる。イエーイ、すごい、ちょっと粘ってよかったです ね。夕方ちょろっとやってね、帰ろかなんて言ってたら思ったけど、釣れなくて意地でね、翌日の方がね、はい、今日はいい日だって、うん、おじさんたちが言ってたので頑張れました。頑張れました。日中だったね、しかも朝まずめとかでもなく、ソーダカツオはね、いいみたいなので、まだまだいけそうです、うん、はい、狙ってる方は全然まだまだ間に合うと思いますので、頑張ってください。コマセは多めに、はい、これ多分上げてるのが水曜日の18時だけど、その前の週末に行ってます、はいはい、ちょっと前後してこれを先に上げようと思うので、リアルタイムの情報なのでぜひぜひ見せてくださいませ。はい、今回は狙いの魚が釣れて大成功でした。今回も見ていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。次回プレミアム配信というのを初めてやっていますので、ぜひご覧ください。リアルタイムで見てください。お願いします。ありがとうございました。